開幕早々からカオスだな。どうもゆっくり霊夢と。そりゃカオスなゲームだしな。わら、ゆっくりマリサだぜ。今回は、ぶん投げまくるぞ。どうも副社長の天君と。熱い、誰か助けて、どうも大ちゃんです。今回は、開幕早々から火事が起きてるんですけど、強制児君からおすすめしてもらったこちらのゲームを、やっていきたいと思います。キノコのコの子元気の子。ということで早速やっていきましょう。このゲーム一人称なんだ。うぶ主、これ本当にカオスなゲームなん。なんか楽しそう。キノコのコの子元気の子。結論、楽しいわけがない。でも面白かったよ。さあ、シーンが変わって空を飛んだり列車に乗る場面です。キノコのコの子元気の子。キノコのコの子元気の子。一周しました。全然景色見れなかったやん。今度は屋根の上に乗ろうな。キノコのコの子元気の子。良い子のみんなは真似しちゃダメだよ。場面変わりまして、肉を料理するところです。人形を電子レンジにわら。キノコのコの子元気の子。今更だけど今回は字幕でツッコミ入れてるんだぜ。キノコのコの子元気の子。まず人形を電子レンジに突っ込みます。そしたら燃えてる肉を持ちながら焼けるのを待ちます。あ、人形消えたわら。ということで、カット。
気の子、のこのこ元気の子。なんで煙突の上座れるんだよ。わら。いのこのこのこ元気の子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 。やっぱ景色は屋根の上からじゃないとね。わっはっは。いのこのこのこ元気の子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 。落ちたわら。いのこのこのこ元気の子。いのこのこのこ元気の子。いのこのこのこ元気の子。わーい、楽しい。いのこのこのこ元気の子。じゃあ燃えてる。いのこのこのこ元気の子。人形燃やすのマジ楽しいわら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくなんだぜ。字幕でのツッコミ入れてみましたがどうでしたか。ぜひ感想などをコメントに書いてください。東関鉄道開発日記や夏祭り合作茶番も投稿してるのでぜひ見てね。いのこのこのこ元気の子。いのこのこのこ元気の子。今日から3本投稿です。次の動画は午後1時に上がります。ぜひプレミアム公開を見に来てください。夕方に投稿する動画も忘れないでくれだぜ。ちなみに16日まで3本投稿は続きます。それではまた午後1時にお会いしましょう。バイバイ。あ、そうそう、言い忘れてたんですが最後にカオスにして終わるのでもう少し動画は続きます。いのこのこのこ元気の子。
ある日、ゆっくりの夏祭りが開催される。そして集まる11人のゆっくり投稿者。しかし、時間を間違えて遅れてくる者や、パート2からの飛び入り参加者、夏祭りが影響での生き残り具合、11人は集合時間に無事、集合場所に集まることができるのだろうか。そして彼彼女らは、無事に花火を見ることができるのだろうか。そして11人は集合できるのか。ドキドキのパート2。次回、夏休み合作コラボ茶番パート2、絶対見てね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。再生リストと動画のおすすめがあるのでぜひそちらもご視聴ください。ゲームのリンクや、その他いろんなのを概要欄に貼っておくので、皆さんもぜひやってみてくれだぜ。最後に、次の動画もぜひ見てくださいね。それじゃ、また次の動画でお会いしましょう。バイバイなんだぜ。